さあ続いての団体10番目です。登場いたしますのが立正大学吹奏楽部の皆さんです。盛大な拍手でお迎えください。皆さんこんにちは、立正大学吹奏楽部です。私たちは和と前進をモットーに、夏のコンクールと冬の定期演奏会を主軸に様々な活動を行っております。昨年の吹奏楽コンクールでは東京都大会において6年連続となる金賞を受賞しました。さらなる手組を目指し日々練習に励んでいます。さて最初にお送りいたします曲はジターナです。1999年にベダオ・ロペスがマーチングバンドのために作曲したラテン音楽です。疾走感のあるかっこいい曲となっております。お聴きください。指揮は東部ドラムメジャー伊藤美咲でお送りいたします。